ラッファー曲線のモデル図。ラッファー曲線は最適な税率に設定することにより政府は最大の税収を得られるということを示すために経済学者アーサー・ラッファーによって提唱され、ウォールストリート・ジャーナル記者ジュード・ワニスキーによって広められた。0%と100%の両極端な税率では政府は税収を得ることができない。0%では当然税収はゼロであるし、 100%では勤労する意欲がなくなるからである。したがって 0%-100% のうちのどこかに最大の税収を得られる税率があるとする。もし現在の税率がその最適な税率を超える水準にあるのであれば、減税によって税率を最適な税率まで下げることで税収を増やすことができるとする。 アメリカにおける1980年代の減税の元となった概念である。減税の正当性を根拠づけるためによく用いられるが、実証的なデータは乏しい。ラッファー曲線の先駆的なアイデアは、イスラム学者のイブン・ハルドゥーニやフランスの経済学者、フレデリック・バスティアなどによって記述されている。アーサー・ラッファー一説には、ラッファー曲線は1974年に、 ワシントン DC のとあるレストランでラッファーとロバート・マンデルが柔道アニスキーに概念を説明している際にナプキンに描かれたのが最初であるという。ちなみにこの場にはドナルド・ラムズフェルドとディック・チェーニーが同席していたという。当初はその単純さゆえにラファブル・カーブと呼ばれた。ラッファー曲線とサプライサイド経済学は1981年の レーガン大統領によるケンプロス減税をもたらした。サプライサイド支持者は政府活動は曲線の半分より右側の領域で行われているので税を下げることが税収の増加に結びつくであろうと主張した。従来の経済理論の枠組みはラッファー曲線の基礎概念を受け入れたが政府活動は曲線の左側で行われており、よって減税は 税収の減少になると主張した。核心となる問題は税率に関しての労働の弾力性である。アメリカにおいては1980年代の減税と財政支出を増やす政策の両方が大きな財政赤字を引き起こしたという主張と実際のデータではアメリカ政府の収入はこの期間には増加しており、これは赤字が減税によるものではなく、 政府支出の増大のみによるものであることを示しているという主張がある。ありがとうございます。